親指の痛みが治りませんでした。はよ、はよ、おはようございます。お疲れ様。いい。今週もよろしく。あ、そっか。よろしく。今日月曜日だった。トロミチココ聞きながら駅に向かってました。お、ファイトです。結局サイン会とお話が追加しました。お、嬉しい。以上できた。今日のお昼までか。おはようございます皆さん。私が下関の感想をたくさん話したいから買い出した。お、ありがとう。待ってます。初めまして。おはよう、おはよう。今日から半袖シャツで出勤。暑いらしいですもんね。おはよう。今月後半はリアにセル編みお話し会でたくさん見ちゃう。セル編み、セル編み、セル編みの感覚残ってるかな。おはよう。今日も暑くなりそうですね。え、皆さんも半袖？
長です。長です。おはよう。よしお兄さん、よしお兄さん、ドアから。ニコ生のメンバーごとの自己紹介で未知のセラムネシアとなんかですか。あれ変わったんですよね最近、あの船の方も。でもなかなかさ、何人もおる中で自分が流れとる時を見んけさ、自分もね、あれみんな可愛いよね。はよ。そうそう。ミシュの物販宣言デュエットした。本当？ Thank you。アイスの日なんか食べた。食べてないアイス。部屋大丈夫？うん。痛い。あの SOST カフェ的なとこで一緒みたい。ああ。ST カフェでも流れてたね、もう新しいやつ。ボール乗ってます。チョコも中ジャンボとバニラも中ジャンボ、どっち派？チョコ。お仕事いってらっしゃい。いや、吸い針はね、刺さった瞬間抜いた。そういえば TikTok って使える曲決まってるの？使える曲というか、自分で歌うのはダメ。私歌ったけど一回らしい。みーちゃん何弁が好き？何弁だろう。博多弁かわいい。モーニングバランスボール、白。はよ。でも関西弁も好きです。何弁が好きって聞いて、ちゃんとした弁を思い浮かべられるの？博多弁か広島弁か関西弁くらいしかない。関西弁きつくない？きつくない。広島弁が一番好き説。お、ほんと？うちの広島弁が一番好き。ゲボゲボ。はいよ。博多弁練習してくる。キッシンベンも好き。関西弁最近の人たちは使わん。いや、使う使わんじゃないよね。なんか関西の方ってイントネーションが全然違うじゃん。そうそう。ふんふん。みたいな。
とセリフが思い浮かばんかったっけ。ちょっとたまごっちみたいな言い方で言ったけど、イケボだと低音と高音どっちが好き？イケボ縛り？イケボ縛りで低音と高音？ねえ、わかんない。住所。どっちもないけど、好きも嫌いも。でもなんか私聴いてるアーティストさんはみんな声が高い方なんですよ、意外と。そう、その共通点に気づいた時は、あ、高い声で歌う方が好きなのかなって思った。男性でね。そうユニゾンさん、スミカさん、クリパイプさんも聞くし、あとはあのハンブレッダーズさんとかも高い気がするし、あ、ピコさんじゃよかった、ワインディングロード大好きだったし、そうそう、そんな感じ。おはよう。ヒゲダンさんも共通語と広島弁を使い分けていますね。うん、分けてるつもりはないんだけどね。あの親とかと話しとったら多分もっと出てるけど、こういう配信とかは敬語で喋ったりする時もあるし、なかなか出ませんね。女性の方は愛子さんが好き。夜遊びさんもめっちゃ高い。でもあれ声が高いっていうよりじゃない？休みで朝からみちの配信見れて嬉しい。ありがとう。休みいいね。こんにちは、テレビ出た。出たー。すごい、足の骨が折れてもライブしてた。すごい、おめでとう。 Thank you Thank you。ホーホーケーキはいなかった？いるかも。はよう。
おやすさん今日お誕生日ですか。できましたらっしゃい。おやすさん。休みだな。はよ。ああ素晴らしい世界、今日も乾杯。眠いので夢の中へ。寝るの。夢の中へ。行ってみたいと思いませんか。おはよう。今日からゴールデンウィーク明けの仕事。わお。気分はどうですか。うふふうふふ。今日も綺麗、Thank you。 今日も1日300円でなんとかします。頑張れ、うまい棒30本で。おはよう。出てこんな。明日から見ちゃう。苦手だったです。だって100点のみ。旋回配信遊びに来てください。遊びには行けない、ごめんよ。仕事行ってまいります。300円だったら未知のお話し会取るよ。ありがとう。でも取れないんだ。その4倍ぐらい。前回はマイハッチのこと、あ、マイハッチのこと行こうかな。毎日最後になんて言ってるの。エリエリオっていうところが聞こえないんだけど、そこはね、エリエリオって言ってます。白い壁いいね、ほんと。みちさん、僕のサイン会に参加したい。再販してますよ。久しぶりにみちは、昨日久しぶりにみちを生で見れたから今週は頑張れそう。すごい。窓閉めた。マラスボールぽよぽよしててかわいい。ぽよんぽよんぽよん。バランスボール、窓閉めた。朝からバランスボール意識高い。あの、人をダメにするソファーを下に持ってったんですよ。だからもう座る場所なくて、そう、じゃけんバランスボールぐらいしか座るとこがないんや。てな感じです。何かに乗っておきたいの？まあそんなわけじゃないけどね。人を痩せさせるバランスボール最高じゃん。
めっちゃ太ったんですよね私。悲しいぐらいに。めっちゃ久しぶりに体重計乗ってびっくりして。悲しい。いやこれはマジだって体重計が物語ってるもん。今日が健康診断っていうのを思い出した。思い出せてよかった。未知くらいの肉体が好きで肉体が好きで。筋肉量が増えただけでは、まあね、でも筋トレはしてるからそうかもしれないのはある。筋トレしよう。からこれできる。できてる？そんなできない。ここ。マジ。手の力全然ないんですよね。みちゅの筋トレモチベは半分ぐらいもらいたい。やばいやばい、なくなる。昨日やってないもん。ダメ。仕事行ってらっしゃい。めっちゃ痩せたい。もなまる大賞金。コーヒー飲みたい。いいね。朝朝のコーヒーはいいね。体重計乗ってんのかい。なんで思い出せてよかった。歌いよ。今日から私がみつきちゃんが食べる予定の米食べるね。イヤッホーイヤッホー。いいなぁ、コーヒー。はよ。ふーちゃんマリカダウンロードしてた。へー、なんか最近みんなマリオカートしてる。おはよう。理想の自分を思い描いたら今すぐ始めようという。
納豆は偉い。さよう。お腹鳴った。髪伸びたんですよね。ちょっともっさい、なんか。まあ、寝起きんじゃけんっていうのもあるけど。もっさい。もっさい。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位まさじさん、12位ゆうさん、11位ギルスさん、10位ドーグラスさん、9位ソニソニさん、8位シャルルさん、7位リョウスケさん、6位キョンシーさん、5位セヤカテバランさん、4位アモズさん、3位ダンディさん、2位セディアさん、そして1位はドゥルルルルンさん、坪井祐介さんでした。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンさん、オフさん。 Thank you. Thanks you.ありがとう。それでは今日もお仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク明けの仕事、今日からの方も何名かいらっしゃると思いますが、ファイトです。魚座に、やった。私も今日は緊張することがあるけど頑張ります。それでは今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオ。それではまたね、行ってらっしゃい。行ってきます。またね。バイバーイ。